もこんにちは、トンコメです。今回お伝えするのは、こちらの情報です。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、JR 東日本は、首都圏11路線で、当面の間、終電付近の一部列車を運転取りやめすると発表しました。3月のダイヤ改正で、終電繰り上げが実施されることが発表されていましたが、それとは別に、現在のダイヤのままで、終電付近の列車を回送扱いなどとして対応するようです。これにより、山手線、京浜東北線などの路線で、最大30分程度、終電が早まる模様です。各路線の詳細な運休列車については、JR のホームページをご確認ください。なお、報道によると、大手私鉄なども一斉に同様の措置を行う模様ですが、13日11時現在、減便の詳細を発表しているのは JR だけのようです。順次、その他の会社についても、それぞれ発表が行われるものと思われます。